はい、現在シャワー浴びて今ウーバーを呼ぶとこです。してちょっともうマスク見つからなかったんですよ。なんでもういらない T シャツをちょっと切り刻んで、これちょっとマスク代わりにします。こんな感じ、効果あるかわかんないけどないよりマシでしょきっと。今なんか帰国者がすごい、コロナにかかってるっていう感じですごい報道出てるんで、いやここでかかったら嫌なんで、まあ、万全でもないんですけど、まあ、できる限りのことはしたいですね。ということでちょっと行きましょうか。まさかね、こんなガッチャい姿を見せるとは。タクシーのうんちゃんに言ったら「お前それめっちゃイケてんな」って言われましたけど、出国準備したいと思います。Have a part of 1.5 meter away from each other. Thank you.とりあえずインドネシアまで到着しました。マスクこんなんしてる人誰一人いないよねとりあえずここまでは順調っすね。でもすごいね、ちゃんとこういう制度をとってるな。現在ちょっとインドネシアの空港に一旦着いたんですけども、12時間待機時間があります。何すんのって話なんですけども、ラウンジが空いてたんでラウンジに行きました。なんと4時間使って2000円、ご飯も食べ放題、マッサージも受けれる、しかもアルコールも飲み放題。やばくないです？ちょっとなんか初めてこの騒動で嬉しいことがありましたね。日本人の男の子がちょっと声かけてきてくれて、で今ちょっと一緒に行動してるんですけども、無事東京着きました。ということでこれから北海道の方に向かうんですけど、まだちょっと気は許せないんで穏便に帰りたいと思います。とりあえず日本来ました。北海道到着しました。思ったより、感想的にはスムーズにことが進んだような気がします。ただ一つだけ自分の最初に見せたマスクですね、インドネシアのボードの人に止められました。ないのかちゃんとしたマスクって言われて、ロリストって思われたんですね。してちゃんと顔見せてパスポート照合して、そして今回ルート的にはオーストラリアから、インドネシア、そして東京まで来て、そこからまあ北海道までっていうルートで来たんですけども、一つ思ったのがオーストラリアからインドネシアの飛行機なんですけども、飛行機の席の間隔をすごく空けているために、席数が多分少ないと思いますね。スカスカではありました。ただその 1.5 メートル距離を空けるみたいなその規定があるんで、席を確保してるって形でしたね。ちょっとファーストクラスに近いんじゃないかなっていうような、気持ちでいましたね。でその後インドネシアから日本来るときはもう席ぎゅうぎゅう、ほぼぎゅうぎゅう状態でした。運よく自分の隣の席を空けてくれてたんで快適に過ごせましたけども、日本人のお客さんよりも外国人のお客さんの方が圧倒的に多かったですね。東京の成田から乗り継ぎでアメリカ行ったりフランス行ったり多分するんだと思うんですけど、そういう経路で来るんで結構外国人で溢れてましたね。オーストラリアのパースからインドネシアまで乗り継ぎの飛行機使ったんですけども、こちら自分の便以外全部キャンセルでした。国際便はもうほぼないんですね、今の状態は。なんで皆さんオーストラリアの来る方もそうですけども、いよいよ国際便本当にないよっていう感じですね。これからあとは帰って自宅で2週間待機します。長いな。その後いろいろ考えたいと思います。ではしたらバイバイ。